ボーに殺されたくないんだけど。ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から紙を6枚取り出し、その描かれたポケモンでパーティーを作り対戦する。ポケモンスカーレットバイオレットの DLC 解禁までに全ポケモン活躍しなければ何でもします。なんだこのパーティーは。え、待って、これ相手抽選パでしょ。いや、じゃなかったらさ、こんななんかカルボーとかニューラとか使わんでしょ。なんなら上から2匹目の豚なんて俺名前忘れたし、何してくるかも全然覚えてないわ。なんかワクワクするような方が来たので、ちょっとこれはどういう風に戦っていけるかがちょっと期待できますね。はい、戦い方としては先発四季鹿からでバトンつないでニャイキングで、最終的にポポッコで全員勝てそうなんだよな。はい、なのでポポッコでまあ相手のポケモン全員詰めていく感じで戦っていこうかなと思います。ちょっと新緑型のマスカーネがかなりめんどくさいなっていう風にはなるんですけど、まあそこに目をつぶれば問題はないかなという感じでございますな。さあ誰から来るでしょう。マスカーニャ、いいでしょう。さあマスカーニャなんですけど、これはねもうダメージ削り優先でいってもいいんじゃないかっていうぐらいにじゃれつくを打ってもいいな。はたき落とすも見えてる場面で、トンボ返りもなんなら見えてる場面。ただここで僕が四季鹿、いやでもここもフェアリーテラスなんなら刺さってるか。もうこれフェアリーテラス切っちゃおうか。で、マスカーニャは割と重たいんで、ここで早めに処理しちゃうと、めちゃくちゃ話が早くなる。行くぞ、四季鹿、テラスタルで、畑落とす読みで、潰しに行くぞ。トンボ返りが、あちなみにトンボ返りが大外れです。ただ、トンボ返り大外れなんですけど、これで、海竜の戦術を、抑制することができる。悪くはない。いいよ。さあ、バーカー、お前はもうね、本当にもうトリックフラワーで死んじゃうよ、これも。交代するしかねえじゃん。おい、フェアリーテラスタルを切ったのが爆発しくなってきた。おい、俺こんなところで負けたくないんだが、ちょ、ポポッコいっちゃう、ここも。俺相手トリックフラワーでしょ。で、トリックフラワーで、あ、もうちょっと待って、トリックフラワーあれじゃん。今気づいたわ。俺は、今、ものすんごく勘違いをした。こいつ装飾やん。おい、また俺チャンスをさ、もう棒に打ったんだが、今気づいたわ。おい、何してんの俺ほんまに。いや、ポジティブに考えよう。あの、これは、皆さん、実はね、戦略なんですよ。実はね。これどういう戦略かっていうと、あのポポッコも今回ね、あの、バトンタッチ使えるんですよ。で、バトンタッチが使えるっていうことは、皆さん、これがどういうことなのか、わかりますか？つまりですね、バトンタッチをして、ここから、そう、四季鹿に、繋ぎ直すことができるということなんですね。で、四季鹿に、これで繋ぎ直すことによって、はい、ここで、四季鹿高速移動を積み直すことができるよと。そういうことでございますよ、皆さん。で、トリックフラワーで、はい、装飾で攻撃も無効にして上がりますので、はい、高速移動積んで。お、マジで、もう無理やりカバーしたわ。なんだ、このカバー方法は。皆さん、あの、装飾っていう特性は忘れがちですので、気をつけてくださいね。まあ、とりあえずこれでマスカーニャを、はい、しばくことはできるので、一旦、解決ですね。あ、危ない。まあ、これが進化前ソムリエだから、あ、プレミしちゃったなっていうところを、もう頭をフル回転させて、解決に導いていこうっていうのが、これがね、やっぱ進化前ソムリエの、真骨頂なんですよね、これね。さあ、これはどうしようかな。おとなしくニャイキングに繋いでいこうかな。ただし、一番の問題点が、これさ、カルボーが特殊型だったら、これめちゃくちゃ大誤算なんですよね。それだけはちょっと気をつけたいな。道連れ、タスキケアでもいいけど、まあ、バトンでいいな。
バトンしましょう。さあもう一回バトンタッチしていきます。一応これはあの炎技ケアですね。いや炎技ケアするんだったらオーバーヒートでいいんじゃないか。いやオーバーヒートケアだったらこれ絶対ポコッコでいいよな。おいマジでカルボーわからなすぎんねんけど。え何すんのこいつ。2回ぐらい使ったことあるけど俺このポケモンがさいまいち何するか実はよく分かってないんですよね。特攻種族値50でしょ。ポポッコの方が素早さも高いし特防も高いからこれ1回ポポッコで様子見だな。だーいやクリアスモックも一瞬考えたよ。いやクリアスモックもねあの一瞬考えたけどいやないやろうと思って。おい面白くなってきたじゃねえかよ。いや、クリアスノックか。まあ、ここね、まあ、いや、マジでね、難しい。ヤドイギ行きます。これ、助け潰します。で、ポポッコ多分攻撃一発耐えれると思う。特殊型でしょ多分こいつ。封印。いや、多分これ耐えるから、うん。あの、こいつ、あの、ほんまに能力値低いポケモンなんで、どうしようもないんですよ。そう、だから、それは分かってたんで、これで一応チュッチュチュッチュと吸い上げていきつつですね、力を吸い取るでいいかな。これ相手、ふざけてるかと見せかけて割とガチですね。普通になんかいい勝負しててびっくりすんねんけど。カルボーちょっと HP しょっぱそうなんだよな。あ、まあそこそこ回復はできるんだな。あ、まあ別にそれだったら悪くない。さあステータス戻ると、地下水で。まあ封印してくるよな。で、これで、HP 吸い上げて、でね、最悪、ポポッコは残しておくと、ウソッキーとか、あとあの、よくわからない豚にも多分打点与えれるんで、これ、敷地か捨てていいと思います。敷地か捨てて、そっから、まあ、ニャイキングで上から縛いていくでいいかもしれませんね。上もまあ、耐えてほしいけど、耐えてくれましたね。いいよ。さあ、これで HP もちまちまと回復することもでき、ここは相手、さすがにクリアスモックかな。ちなみにここクリアスモック来てくれると、めちゃくちゃありがたい。まあ、封印でもいいと思うけど、ただ、ダメージ的に封印は結構怪しい。怪しいけど、クリアスモックの火力出るんだよな。まあ、じゃあ、レツクで一回様子見してでもいいか。半減だけど。なあ、この鹿全然当てへんやん。まあ、不明でしたね。これは交代しなくて大正解。おい、この鹿いい加減にせえよ、マジで。お前、マジ。マスカーニャ倒したはいいが、割と今後の戦犯になるかもしれない。ここはもういいファイトで。さすがに倒せるよな。俺も心配になってきた。もうさ、俺、カルボーに殺されたくないんだけど、攻撃ぶりで。いや、多分カルボー奇跡なんだよな。で、カルボ耐久足りてないんで正直。イーファで倒せると思うんだよなぁ。おい。あの、炎の体だけ一番だるい。あの、炎の体やめてね。おーしよ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 し、ストレスカルボ倒す。最後誰や？テラスタル使ってないからな。可能性があるとしたら、まあ、海竜だよな。こいつがやべえんすよ、マジで。うわぁ、これこっトンガードバトンしていきさえすればマジで変わってたかもしれんな。さあテラスタルで、いやマジかよ、わかる。いやもうね、これね、これは僕の戒めとして言うんであれば、まあクリアスモックの警戒をちょっと怠ったのもそうだし、復讐型やんけ、しかも相手これは、これは完敗ですね。なんか特殊型だったら、なんかなおさらどうしようもできなかった気がする。まあ、一応地下水言っときましょうか。え、襲う相手。あれじゃあ、チャンスあんのか。大文字はかわそう、ここ気合で。アイススピナー、どうだろう。耐えますね。アイススピナーは耐える。じゃあこれ無限に力を吸い取る入れながら、雷が外れるところで宿着の種を打てばいいか。いや、皆さん、まだ諦めてはいけない。まだ諦めてはいけないよ。もう相手、いや、もうこれもうほんまに、
ほんまに負けられない戦い。もうね、プライドが許さない。これに関しては、もうこれ雷かわすか、ここも。もう気合で雷かわすしかない。で、アイススピナーは、もうここは甘んじて受け入れる。で、コットンガードしたら多分アイススピナー耐えれるから、雷をかわして、地下水でちょっとご了承いこう。ああ！なんかすごいパーティー来た。なんだこれ。B クイーンがめちゃくちゃ刺さってる。B クイーンが刺さってるって何って思われるかもしれんけど、マジでね、刺さりまくリングなんだよな。多分初手パオジアンから来ると思うんで、挨拶代わりにヘルガーから行って、大文字でちょっと偵察していきたいな。ポポッコ B クイーン。はい。これ3匹で戦っていこうかなと思います。もう先発パオジアン割と出てきてもおかしくないから、ここで早いうちにパオジアンを処理するか、一番下のポケモン、誰でしたっけ？ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あいつもなかなかに脅威なんで、あ、ディンルーが来たわ。ディンルーがめちゃくちゃめんどくさいんで、ちょっとこいつ、早いうちにちょっと始末したい。災いの偽り特攻が弱まるというずる技ね。これはね、本当に好きになれない。あー、どうしよっかな。まあ、ポポッコからでいいか。ワンチャンこれポポッコで詰ませれる可能性があるから、早いうちにヤードレギの谷をディンルーンにぶち込んで、そっからちょっと、チュパチュパ吸っていきましょうか。さあ、巻き菱からしてくれるのはちょっとこれ非常に有料物件ですね。一番めんどくさいのステルショックをばらまいて、もう大変なことをしてくれるパターンなんですけど、まあ、持ってるやろな、この方だと。なだれ！あ、これいけそう。あ、この方のディンルーは、ステルショックないのか、相手。これ仮にないんやったら、申し訳ないけど、コットンガードで、済ませることできるぞ。まあ、3月からね、パラドックスポケモンも使えるんで、ちょっと予習していきたいところなんですけど、これあれだわ。今冷静に思ったけど、ディンルーって、こいつ、多分3月から解禁されへんから、多分5月ぐらいから使えるポケモンだから、もう今更予習しても意味ないわ。気づいてしまった。まあ、今後使う時の参考として、ちょっと役立たせていただこうかな。あ、相手さんなんか作戦切り替えて、巻き菱連打してきましたね。まあ、これで防御6段階、積むことできたんで、あとはもう、B クイーンで適当に、虫のさざめき打っとけばなんか勝てる気がするな。まあ、そういうわけで、こっからはもう、B クイーンの独壇場フェーズと、行かせていただこうか。防御6段階。もう無敵ですね。で、相手も、なんか知らんけど、吹き飛ばしは持ってないみたいなんで、ここはもう巻き菱をしていく隙に、あ、OK、バトン、結果として決まって問題はないでしょう。ウィンディーか。あ、もうこれ勝ちましたね。はい。じゃあ、バトンタッチして、B クイーンに繋いでいきましょう。で、パオジアンは、高速移動1回勝、実は、ちょっと B クイーンじゃ抜かすことできないんで、そこはちょっと気をつけていく必要があります。で、どちらにせよ B クイーンは、素の素早さでウィンディを抜かすことができないので、ここはテラスタルで変えて、高速移動を積んでいくというわけですな。あぶねえ！まあ、大文字もまあ、耐えれるからいいけど、これ当たってると実は結構めんどくさかったな。特殊型やったしな、なんならウィンディ。これはありがたすぎる。さあ今素早さ2段階、防御6段階ということで。まあ大変な能力値に今なってます。はい。そしてウィンディもテラスタルしてきましたね。え、飛行テラスタル？あ、君も地面なんだ。お互い仲良くしようよ、地面同士で。さあ、地面テラスタル同士の、殴り合いになりましたね。相手の方がでけえじゃねえかよ。もうやっぱり、B クイーンさ、なんかくびれの部分が細すぎて、なんかポキッと折れそうなんだよな。上の体重が、ちょっと乗っかりすぎて、なんか心配になってくるわ。大文字で。やばい。これ、マジで初ターンでさ、これ大文字当たってたら間違いなく死んでましたね。恐ろしすぎるんだけど、本当に。まあ、これ、さざめきの方が火力出るんで、さざめきでいいですね。さあ、これで相手は、虫技が当倍になったがゆえに、残念ながら、虫のさざめきの方が10、威力高いんで、
乱数でワンチャン2発耐えれたはずのテラバーストが計画狂いましたね。あの運が良すぎる。シンプルに僕が運がいい。まあ、B クイーンもね、もう本当にこいつ、不遇なんですよ。もうどういうところが不遇かっていうと、もうね、なんと言っても、回復技を没収されたことにそれに尽きるんですよな。あ、上取れてる。え、パオジアン上取れるんだ。あ、なんか、やっぱ今のパオジアンって、どうなんだろう。結局、最速ドラッパー抜かせへんから、なんか、命の玉持たせて氷の粒手で、確かドラッパー潰せた気がするから、割と意地っ張りが多かったりするらしいですよ。あんまり使ったことがないんで、僕なんとも言えないですけど、とにかく、災いポケモンはすべて女王の威厳によって制圧していきましょう。耐えるのもう頭おかしいよ、こいつ。もうこれも耐えることができるというディンルーの頭のおかしさに脱帽。いや、やっぱこいつ火力おかしすぎるよな。耐久もいい。これテラバーストもワンチャン耐えてくるかもしれないってことでしょ。なんか恐ろしすぎるんだよな。レッドゾンドがさすがにもう倒せましたね。対戦ありがとうございました。これ見て思った。パラドックスもそうだけど、純伝説やばいわ。今回はニャイキングを使う都合上カジュアルバトルに潜ってました。その成績ですが7勝5敗の勝率約 58% で収まりました。使ってみた感想なんですが、ポポッコがねめちゃくちゃ強かったです。まあ、前回もね、なんかあの草っていう草ポケモンで似たような運用方法で戦ってたんですが、それとは別でコットンガードをしながらバトンタッチつないでいけたりですとか、コットンガードをして受け切りながら宿り木で相手を持っていったりとか、そういった戦術で多種多様に広がっていたので、そこがもう問題なく文句なしに強かったですね。もう本当に皆さんぜひ育成していただきたいポケモン筆頭候補になります。で、まあなんといってもカジュアルバトルの抽選パらしき外国人に完敗してしまったところが、もう本当にね、今、めちゃくちゃ悔しい。いや、そこまでさ、カルボーを使いこなせる人が、まさか僕以外にいるなんて思わなかったですね。やっぱりカジュアルバトルだと、まあ初心者の方なのかそうじゃないかっていう、その見分け方が結構難しくなるので、本当にね、骨が折れましたね。ちょっと次、マジでマッチングする子だったら、もう次は絶対勝ったるからな。おい、ちょ、もうマジ外国人見とけよ、この動画。はい、まあそういうことで皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の抽選パもぜひよろしくお願いします。